日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら餃子の王将のチャーハンとスープのスープ、あとマンゴープリン、杏仁豆腐、あともう一品来るんですけど、このそれのお食べたいと思います。こちらのチャーハンは、普段自分がゲームホール、ゲーム実況を購入させていただくことが多いんですけど、まあ、王将のチャーハン美味しいんですけど、ライブ配信のあるので、これを試して、食べてみようとしました。王将のように餃子だと思ったかもしれませんが、餃子は以前、別のものでレビューしていますので、そちらをご参照してください。それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。早速チャーハンを言葉が食べれるかね。いただきます。おすすめしてもらった味はいかがかしら。あなたのお口に合う？ええ、かなり合いますね。噛んだ瞬間にふわっとお米がはじけて、そこから中華の濃いめの味付けが広がってきます。といってもどこかあっさり食べられる部分もあるので、濃いだけではない、バランスのいいチャーハンだと思いますね。他にもいくつか種類があるみたいですが、おとぶきさんが言ってたチャーハンってこれですよね。今から不安になってきました。もし違っていらっしゃったら、また後日別そのチャーハンを改めて食べたいと思います。スイーツの方もカリッとしていたり、ふんわり、時にはプルプルしていて、あっさり溶けてといろいろ楽しめて美味しいです。もっといろんなスイーツ楽しみたいな。詳細なレビューはこの後すぐ。検索でした。最初に食べたチャーハンですが、噛んだ瞬間に中華風の味付けが口にふわっと広がってくる。ふんわりとした食感のお米香りの口にかかり、軽く弾けて美味しかったです。チャーハンやりず味付けないで、噛んだ瞬間味が出てくるのが美味しいんですよね。あなたはどうですか？何かお好きなチャーハンがありましたらコメントしてください。まず最初に食べたマンゴープリン、最初のデザートの最初だったマンゴープリンは結構あっさりとした甘さで、口の中ですぐ溶けていったんですが、次の回は弾力豆腐は対照的に結構弾力がありましたね。あれちょっと歯応えあるな。すっと入っていかないと思ったんですが、プルプルしてるのにそれはそれで美味しかったです。甘さもしっかりありましたし。で、桃は他なんで、ちょっと熱かったですけど、噛んだ瞬間にあんこでさっぱりとした甘さが広がってました。ごま団子にあんこがさっぱりとしていますが、粒ごまがカリッと香ばしいので、桃まんがふわっとしてるのに、一度カリッとしっかり歯ごたえがないので、そして冷たいを求めるときにいいと思います。というわけで、本日は王将のチャーハンとスイーツ4品を食べてみましたが、あなたは何かお気に入りありますか？教えていただければまたレビューしたいと思います。で、チャーハンについてなんです。口の中にかじけてくる、広がってくる中華の味がとても美味しくて、また食べたいなと思いましたので、ご提供していただきますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただければ、そしてよろしければ他の動画も見ていただければ、動画を閲覧していただければ嬉しいです。演目終了。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。